水素チャンネルニュース。第34回。2019年7月13日号。この番組は、水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきまして、ありがとうございます。キャスターの新浜メチスです。今回は、およそ2019年7月6日から7月13日までのニュース、記事4本です。では、スタートです。記事ナンバー1、7月10日の新潟日報モア。水素の地産地消へ、方策探る、県構想策定委が初会合。新潟県。記事ナンバー2、7月8日の神戸新聞。成長期待産業に航空機や水素。近畿経産局長が就任会見。記事ナンバー3、7月12日のジェトロ日本貿易振興機構。水素社会に向けた動きが続く中国。記事ナンバー4、7月12日の環境ビジネス。環境省、杉蔵氏に感謝状。水素、燃料電池コンサート開催を評価。ニュースは以上です。7月13日は水上バイクの日。ということで、シデント E13AI1 零式水上偵察機をやっていました。今回お届けしました記事へのリンクは動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索はウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは http://takagi.net/h2 です。次回は7月20日土曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。バイバイ。